瓦礫の魔女は続きからやっていきたいと思います。前回の続きで正義を盾にして誘拐されましたね。とんでもない人たちだ、まったく。で、とりあえずまだ目的は記憶の手がかりを探すだから、まあ、いろいろ調査してみるか。これどうやったらいろいろ見られるのかな。まあ、違う場所行ってみるか。それしかないもんな、とりあえずは。行こうか、お外に。バイバイ。ジンコちゃん。あれ？今なんか目閉じてなかった？あ、ダッシュモード中この目閉じてるんだ。かわいい。え、かわいくない？え？あ、ごめん、なんかバグった。パソコン連打してたらバグった。はいはいはい、行こう行こう、戻ろう戻ろう。なんだったんだ、今のは。で、とりあえずもうすんごいアノマリー。アノマリーじゃねえわ。アノミいっぱいいる。おっと、双子姉妹。双子ではないか。あー、ソラちゃん、ウミちゃん。少し昔のお話です。どうした急に。え？魔女は世界を滅ぼしました。ほんほん。けれど魔女は言います。仕方のないことだったんだ。魔女には愛する人がいたのです。その人は守るために世界を滅ぼしたのです。二人は決して結ばれることのない運命でした。しかし魔女はそれを認めません。なんか図書館で見た本と似たような感じ？違うか。図書館で見た本は魔女になった人を生き返らせる話だから、その後のお話なのかな、これは。魔女は運命に抗おうとしています。きっと今もどこかで、ずっと、ひっそりと。というのが私たちが生まれた時から聞いてる、おとぎ話ですの。そうなの？結局その物語は、ハッピーエンド？それとも、バッドエンド？わかんない。だってこの物語はまだ終わってないから、現在進行形というね。魔女は運命に抗えるのでしょうか。その愛する人と結ばれたなら、それはきっと素晴らしいことだよね。どうやらあるとはおとぎ話だったようだ。絶対魔女主人公ちゃんだと思うんだよな。そんな気がすごいする。あとこの先はまあ行かせてくれないと。二つさんケチんだもん。これは特に何もない。この先もダメ。もう行けない。これ通りちゃんに会いに行くか。とりあえず何ですか。切符がないなら改札は通しませんよ。く、相変わらず。どうしてもですか。もう神父さん俺のこと心配してるよ絶対。どうしてもです。でもここは通しませんけど、怪我の手当てくらいはしてあげますよ。おでた。え、急に優しい。僕の能力は治癒です。ある程度なら回復してあげます。万が一あなたが切符捜索中に死んだりでもしたら、駅の名に泥がつくかもしれないですからね。なんだ今度優しいか。支援してくれてるよね。私のためっていうわけではないんですね。なんであんたのために能力を使わなきゃいけないんですか。へい、そうですよね。すみません。というわけで怪我をしたらいつでもここに来てください。直して差し上げますから。ありがとうございます。切符が見つかることを願ってますよ。はい。アノミで怪我をしたら直してもらおうかな。じゃあ結構体張って探しに行けってことなのかな。厳しいな。調整部しとこう。やべ、間違えてタイトル戻っちゃった。危ねえ、今セーブしててよかった。急に無音になるから何かと思った。この先行けんのかな？この奥。行けそうじゃね？まあ、いっか、先通りちゃんたちに。やべ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 、危ねえ。まあ、余計なダメージは受けたくないからね。会話変わったりする？いやー、今日もうつるさんはかっこいいですよね。あの寡黙な感じ。いやー、憧れちゃうなー。ちょっと僕もカモコになろうと思うんですけど、でもなんせ僕おしゃべりが好きなものでして、いやははははそうだな、今現在めっちゃ笑ってんもんな。はぁ、頑張ってくださいって言われてるよ。わぁ、通りさんどこすか。また残業地獄ですか。嫌ですよ、私。大変そうだ、そっとしておこう。また消えてるんだな、通りちゃん。はぁ、忙しい、忙しい。まったく、副委員長はすぐに仕事を押し付けるんだから。忙しそうだ、そっとしておこう。副委員長ここにいるよ、ここに。あ、サボってるよ。この奥は何も変わらずか。カウンターは。ご用の方は委員長に直接お尋ねください。失礼。今会長はお取り込み中ですので、代わりにお伺いします。うつるさんは今何を？そのご質問にはお答えできません。え、何それ？睡眠中って言えばいいのに。え、どういうこと？話しかけるか。うつるさん！寝てる？本当に？本当に寝てるの？あれ？うつるさん、寝ている？立ちながら寝るなんて疲れているんですね。お疲れ様です。ゆっくりしてんな。とおりちゃん、サボってるのかい？とおりさん。どうも。もう見つかってました。待て待った。もう見つかっても驚かなくなりましたよ。教育委員会のお二人はどうなりました？はい。なんやかんや話も聞けたし、いい記事も書けたんで、
明日あたりに電車で学校に帰るんじゃないですかね。あ、ちゃんと仕事できるんですね。あはは、めっちゃディスってくるじゃないですか。できますわ、我副会長ぞ。そうでした、お疲れ様です。相変わらずテンションが高い。ありがとうございます。次回の放送委員会新聞楽しみにしててください。楽しみにしてます。いいキャラしてるような通りちゃん、すごい。このゲームでかなりの推しキャラなんだけど、シュウヤン的に。あ、いけた。あ、いけなかった。あ、そういうこと。これ両方とも出口だったんだ。この先とか行けんのかな。なんか血がブシャーってなってるの気になるんだけど。あー、汚れた。足元が汚れる、足元が汚れる。何もなしか。え、汚れる汚れる足が。こっちはいけないか。あー、ごめんごめん、また同じくしてた。なんもないです。はい。あー、じゃあ、あとこっちだよ。あー、あの警察委員会の奥怪しいんだよな。怪しいんだけど、なんかガード勝てんだよな、あっち。いけるかな。行くぞ。ほ、お、やべ。ほ、ほ、ほ、おい、うまい。うい、なんもないじゃん。なんもないじゃん。回復しよう、回復しよう。直してくれるって言ってらっしゃる、二つさん。直して、二つさん。傷負っちゃったよ。はい。怪我でもしましたか？直してほしい。すみません。直してもらってもいいですか？はい、いいですよ。怪我した箇所を出してください。のっと。はい、完了です。すごい。触れるだけで直せるんですね。けど結構体力使うんで、あまり怪我しすぎないでくださいね。仕事に影響出たら嫌なので、はい、気をつけます。はい、ありがとうございました。こればっかりはな、死にかけの傷直してもらったから文句言えないよな。これもしかしてこの先ある？なかった。え、いけないんだが。もう出れない出れない。俺、迷子。どうやって行けばいいの？どっか落ちてる？切符。ないよね。警察委員会になんか情報あんのかな？困ったな。何も変わらないもんね、会話は。変わらない。そしたら警察委員会のところをもうちょいこまめに調べてみる？ここら辺。お、なんか挟まってる。What？ A たす B たす C たす D。何これ？何かの暗号だったりして、じゃない？え？なんだこれ？何？本当にわからない。何？どっかそんなあったっけ？パスワード開けるような場所。火薬の匂い？鉄砲入ってんのか？なんだなんだ。先月、警察委員会会長が他界してしまった。世界がこんな瓦礫だらけの今、悪を取り締まる我々の長がいなくなるというのは非常に大変なことだ。これでは世界が無秩序化してしまうのも時間の問題だろう。葬儀中、会長の養子であると名乗る幼い双子が現れた。あー行と運行か。会長の自筆と思われる遺書を提示し、次の会長の座を養子に譲ると記載されていることを述べ、反対する者を割る、ん？ことごとく力でねじ伏せたかな。その光景はあまりにも圧巻で美しく、まさに先代会長の動きそのものであり、子供の動きとは思えなかった。ある資料だったようだ。警察メモ1。まあ、あの双子二人のことだよな。特に気になるものはないか。まあ、あのパスワードらしきものぐらいか、あと。開けられない。あ、じゃあ、どこ行く？お、なんか挟まってる。反対意見を述べていたもののほとんどは、権力欲しさから上に立とうとしていたものばかりであり、正義感などなかった。彼らの意見が通り、双子が会長になっていなければ、それこそ無秩序な世界になっていたに違いない。双子すごい尊敬されてるな、これ。あ行のお二人が会長となってから、年々犯罪者が減少している。先代の会長も優れた方であったが、この双子はより一層だ。しかも能力なしってのがまたね。今では成人しすっかり大人っぽくなられたが、稀に白の吸血鬼が捕まえられないと嘆いている。様子を見るとまだ幼さが残っているのかと思われ、非常に微笑ましい気持ちになる。まったく私も年老いたものだな。もう大好きじゃん、双子のファンじゃん。双子大好きじゃん、この人。クローゼット。前回これ確か調べられてないもんね。外しておくんだ。見ないんだ。あー、ダメか。呪いさんが捕らえられてるっつってたよな。女だ。教会のものとは比べ物にならないほどふかふかだった。そんないいベッドなんだね。そう、呪いさんが捕まってるっぽいんだけど、脱出させるべきなんじゃない？ね、逃がしてあげないといけない気がするんだけど、どうなんだろうか。あともう調べられるもんないもんな。こんなんだ。先輩から預かっていた重要機密が書かれているメモをどこかに落としてしまった。
確か3つあった気がしたんだけど、どこ行っちゃったんだろう。何？まあいっか。いや適当。もしかしたら何か記憶のヒントになるかも。探し行く？そんな分かりやすいとこにあんのかな。ちょっともう一回話聞くか。どこに落ちてんだろう。誰か拾ってるのかな。どうなんだろう。事件ですか、アノミーですか。ここら辺の人は関係ないか。決して会長と目を合わせないようにしているわけではないんです。何も言ってないですよ。会長が怖いのか。もう行こうか。ちょっと外探索してみる。でもパッと見外にある感じねえんだよな。落ちてる感じないよね。これは？まあ、でもこれパスワード書いてあっただけだしな。もうしかもなんか調べられないし。全然調べられない。誰か持ってんの？なんか床が光ってる感じもないんだけど。あ、これ警察委員会だ。間違えた。放送委員会、こっちか。床光ってもないよね。持ってる？誰か。持ってる？ダメだな。会話変わらず。また通りちゃんが持ってる可能性。お？違うか。ないっすね。何も得られず。なんか貴重なっていうか重要なストーリー進行のヒントだと思ったんだけどな。あ、ちょ、待て。これ何これ？あ、電車か。駅のマークか。この奥も行けないし、危ない。積んだんですけど、ストーリー進まないんですが、なんかしかも、すごい激しい、このアノミ。誰か持ってないの？ダメか。ちょっと待って、探索してくるわ。はい。できた。できたっつうか、来た。これ。これ、見たら、なんか急に、これ見れるようになった。そんなところに、みたいな。押す。まずは、家生物歌詞遊戯。おっと、なんかさっきの関係するっぽいな。ちょっと待てよ。これね、多分順番なんだよ。A が0で、D、B が1で、D が2で、猫が6なんだよ。だから C が6なんだよ。これなんでかっていうと、まあ、これ俺の予想だからわかんないんだけども、もしかしたら違うかもしれないけどね。これ、なんか1から3ってあって、A は B より大きくて、D は2なんだよね。で、A は D より小さいか。だから A は多分0になると思うんだよ。で、0で、B が1で、D が2で、で合ってるはず。で、C は6なのかなって。全部足したときに9になるじゃん。で、D は2と、B は1で出てるから3になって、残りプラスできる数値って6だから6なのかなっていう感じの予想です。伝わった？今の俺の説明。なんか、ちょっと雑すぎて分かりづらいかもしれないけど。で、これで、A が0だから、家、順番なのかなこれ。猫、トランプ、ドーナツ、家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 。猫、トランプ、あ、違う。嘘やろ。猫、トランプ、ドーナツ、家じゃないの？猫って言ったらうちのこげ丸が来た。ごめん。これでも家選ぶと？あ、でも最初の1個は何でもできんのか？まあ、ちょっと待てよ。猫、あ、じゃあ家、今0でしょ？ 0 で1で、1でどれだったっけ？ちょっと待って。ちょっと待ってね。ごめん。わかんなくて適当に押したら開いちゃった。鍵が出てきた。小さな鍵を手に入れた。なんかすごい適当に押したら出てきちゃった。何押したっけ今。なんかボタン2個押したら出てきた。で、この鍵で、これノロイさんに会えるんじゃね？ごめんな、みんな謎解き見せらんくて。あれなんか出てきたってなっちゃった。小さな鍵を使った。よし、開いたみたい。よし、まあ、とりあえず開いたから先に進もうか。うわぁ、すごい不穏。血みどろすぎん。絶対これ拷問してる系のやつやん。あ、いる。やっぱいた、呪いさん。机の上には何もない。二人して捕まってるじゃん。はい。わぁ、ちょうどいいところに知り合いが、チス。呪いさん、捕まってる？そうなんだよ。ピンチだよ。このままだと、打ち首間違いないよ。でも脱出できるんじゃない？打ち首って死んじゃうってことですか？それなりのことをしていますからね。何したの？あ、もう脅してるか、そういえばみんなに呪いかけて。それは自分を救うためだろうが。それは感謝していますけど、それ以前にもいろいろやらかしているじゃないですか。なんだとお前。その呪いさんって一体何をしたんですか？知りたい？何したの？はい。どうしても？どうしてもです。じゃあ、
ここから出してくれたら教えてあげる。かー、うまいことやるね君。これ警察委員会に嫌われるやつ。それはつまりその脱獄の手伝いだよ。うん、同じこと言った。脱獄を手伝えっていうことですか？大正解。そんな、じゃあ任せたよ。任せられた急に。でも確かにこのまま呪いさんが死んじゃうのは悲しいし、今回だけは手伝ってあげよう。純粋なんだけどこの子。チブンさん、どうかしましたか？お二人をここから救い出したいんですけど、一体どうしたらいいかわからなくて。わざわざノロさんのわがままに付き合わせてしまってすみません。大変助かります。なんかヒントくれる？いえいえ、私も呪いさんがいなくなっちゃうのは寂しいので、ほんといい子。あ、そういえばですけど、放送委員会のどこかにドンキがあったような気がします。あ、バール？なんかあったな。奥の部屋の入ってすぐ右あたりに確か。なんでそんなの知ってるの？え、本当ですか？ありがとうございます。行ってきますね。こちらこそありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。やっぱバールはな、どんなゲームにおいても絶対に使うからな。脱出ゲームしかり、あとは謎解きゲームしかり、バールドライバーはね、もう必需品だからね。確かバールだよね。なんかバールらしきものがある。そのうち使うかもみたいなこと言ってたもんね。通りちゃんに借りてくよとか言っとく。さて、そろそろ仕事に戻りますかね。うん、相変わらず楽しそうなテンションだ。これでしょ？これ。あ、ほらほら。あ、こんなところにいい感じのドンキがある。ドンキを手に入れた。バールじゃないんだ。バールじゃなくてドンキだった。まあいいか。行くよー。あっさり呪いさん脱出完了じゃん。これこの後、呪いさんたちに乗せてもらってくか、あれかな。学級委員会、学園委員会とか行くのかな。でもね、なんか、あ行さんが、なんか探索終わったら話しかけてみたいなこと言ってたんだよな。なんだろう。まあいいか、それは後々だな。あ、周りの人気づかないの？すげえ自由に出入りしてるよ、牢屋。いいのか、お前ら、それで。ああ、なんか嫌な音が。ほら、もうできたぞ。ああ、それ、バールのようなもの。はい、見つけてきました。ありがとう、助かる、ほんと。ドンキを渡した。じゃあ、お前に任せた。やっぱり俺なんですね。そこはやっぱ頑丈なお前にやってもらわないと。俺、間違えた。僕がやったら骨折しちゃうよ。わかりましたよ。いける？ムキムキに成長すればいいんじゃない？できないのかな？おー、すんなり出てきた。あー、出れた、出れた。息苦しかったー。手が、大丈夫。出れたのはいいんですが、これからお二人はどうするんですか？自分使ってどっかに穴開けて逃げる。うわー、逃げ方がすごいアナログ。え？わー、ちょっと待ってください。俺まだ手が痛くて。あ、そうだ、ノロさん。せっかくなので、警察署の中を探索しませんか？ほら、何かいい情報が得られるかも。お、ちょっと揺らいでる。あのさ、ここ来てからずっと思ってたんだけど、お前誰？は？え？何言ってるんすか、ノロさん。俺ですよ、おののき自分です。そうですよ、ノロイさん。大切な相棒じゃないですか。忘れちゃったんですか？偽物なの？あのな、自分はね、僕のこと、ノロイさんって呼ぶの。あ、ノロイさんって呼ぶの。ごめん。いろいろ爪が甘いんだよ。誰かが変装してる？矢継ぎ早うつる。え？だからうつるさん寝てるってこと？今あそこで寝てるのは自分で、うつるがここにいるってこと？あ、いや、でもさすがにそんなわけないですよ。どっからどう見てもこの自分さんは自分さんですよ。人になり変わる能力なんだ、うつるさん。もっと違う点挙げてやろうか。まず敬語が違う。あいつはもっと下手な敬語を使うんだ。は？それと僕に対する態度もおかしい。自分は言われたことには文句言わず従うんだよ、絶対ね。おっとっとっと、はあ、ご名答だ、笹の目ロー。おお、本性出てきた。警察に捕まれば警察委員会の秘密を探りやすくなると思い、この青年に憑依してみたが。憑依なんだ。憑依能力であれか、あの寝てたってことか。お前たちの絆の強さを俺は見くびっていたようだ。憑依、やっぱ噂は本当だったんだね。結構強い能力じゃん。噂？放送委員会会長の能力は憑依といって、相手に一定時間乗り移ることができるらしいって。そうだったんですか、うつるさん。ああ、あまり人に言うような能力ではないからな。黙っていた。すごいじゃないですか。すごい能力ですよ、それ。それは確かに。そうか、ちょっと嬉しそう。おい、何照れてんの。早く自分返してくんない。言われなくてももう能力が切れる頃だ。世話になったな。では早く消えて。戻ってきた、自分。
おい、大丈夫か？あれ、俺。ああ、大丈夫そうだね。全然気づかなかったわ。え？俺、今まで何を？説明は後。とりあえず、今は逃げるが最優先。そこら辺の壁壊して逃げるよ。ああ、はい、了解っす。本当だ、素直。じゃあ君、そういうことだから僕たちも行くね。え、ああ、はい、お気をつけて。あ、ついでだけどこれ拾ったからあげる。今回のお礼ってことで。警察メモかよ、切符くれよ。ありがとうございます。こっちこそ手伝ってくれてありがとうね。じゃあ、バイバーイ。行っちゃった。行ってしまった。ああ、そういえば、呪いさんの犯罪で聞き忘れた。仕方ない。もらったメモでも読むか。長年の調査がついに実った。例の世界壊滅の日の犯人を見つけ出したのだ。なんと一人の女科学者による犯行であったことが判明した。現在は肺病院にこもり、何かしらの研究をしているそうだ。犯人の副作用による能力は非常に厄介で、どうやら相手の能力を制御し操作するらしい。よって我々の能力を持つ精鋭たちの関与が難しくなってしまった。だが、阿行のお二方は非能力者であるため、何とかしてくださるに違いないだろう。おお、相性いいね、確かに。お、作戦が決定した。阿行のお二人が、肺病院に突入し捕獲。それが失敗した場合は、あらかじめ設置しておいた爆弾を起動、爆破、病院ごと犯人を焼き払うというものだ。私は初めから爆破をした方がいいと提案したのだが、できる限り生きた状態で捕らえたいというお二方だった、お二方たっての希望であったため、このような作戦になった。実行日は一週間後。必ず捕らえ殺してやる。首を洗って待っていろ。魔女狩りの始まりだ。こわー。資料はある程度集まったし、阿行の二人に報告しようかな。じゃあ行くか。どっから脱出したんてか。どこに穴開けていったん？怒られないてか。あの人たち記憶見れるってことは、こっちがね、脱出に加担したのバレバレだと思うんだけど。いいのか？まあ、いっか。で、じゃあストーリー進行していこうか。はい。調査終わったよ、いろいろと。資料を見せる。その様子だと、いろいろ散策が終わったようだな。はい。私が次どこに行けばいいのか分かりました。ほう。魔女さんに会うために肺病院に向かいます。きっと私の記憶と世界壊滅の日には深いつながりがあると思うんです。だから、その原因である魔女さんに会うことが記憶を取り戻す一番の近道になるんじゃないかなと。そうか。ん？なあ、少し話があるんだが。あ、はい。ここではなんだ、部屋に移ろう。お？真面目な話？あ、一人だけ？どうした？ああ、すまない。どう切り出そうか悩んでいた。一体、私は何を聞かされるんでしょうか？いや、大したことでは。いや、私にとっては大したことなんだが。は？お前は、私たちの能力について知っているか？ああ、はい。通りさんの話やメモを見る限り、お二人の能力は、現実怪力、ないでしょう。ないんですよね。ああ、その通り。ないんだ。そう。なかったんだが。なかった？ということは、今は、私だけ最近になってな。え、急に目覚めたってこと？阿行さんだけ能力に目覚めたってことですか？ああ、運行には黙っているんだが。というか、この事実は私しか知らない。あと、お前だけだな。おっと、貴重な秘密のシェアを。一体どんな能力なんですか？予知だ。お！結構チート能力じゃない？すごいじゃないですか。どうして誰にも言わないんです？言わないんじゃない。言えないんだ。え？私が最初に予知したこと。それは、私たち、阿行の二人の、どちらかが死ぬ未来だった。ええ、な！そんなこと、死んでもあいつには言えない。私たち、どちらかがいなくなるなんて、考えられない。まずいな。あの二人怪しいんじゃない？あのバラバラになる女の子たち。それは、運行も同じだ。でも、もしかしたらそんな未来が起きないかもしれないじゃないですか。私もそう思ったさ。けど、その後も何とか予知したが、見た未来は確実に現実になっていた。ええ、きっとこの未来も、例外ではないだろう。いやいやいやじゃん、そんな感じの。そんな、そこでだ、貴様に頼みがある。え？私に？貴様にしかできないことだ。聞いてくれるか？何？はい。もちろんです。私にできることがあれば何でもします。ありがとう。
とても助かるよ。それで、私はどうすればいいんでしょうか。ああ、そうだな。貴様は今、記憶を取り戻そうとしているだろう。はいはい。ええ、はい。私の予知の結果、貴様は必ず記憶を取り戻す。おお。何度も道をそれようとも、大げさな話、何度も行き絶えようとしても、最終的には記憶を取り戻すだろう。え、本当ですか？なんかちょこちょこ物騒な話もあったけど。ああ、私の予知に外れはない。良くも悪くもな。あ、ま、そんなことはどうでもいいんだ。重要なのは貴様が記憶を取り戻した後のこと。多分私たちは貴様が記憶を取り戻した後に離れ離れになる。え、そんな後の話になるのか？多分記憶取り戻すのだって最後ら辺の話になんじゃない？私たちが離れ離れになることに貴様は深く関わってくる。そう思うんだ。私が関わる？そこで改めて君にお願い申し上げたい。はい。私たちどちらかが死ぬというその時になったら、真っ先に私を殺してくれないか。私が見たのはあくまでどちらかが死ぬ未来。どちらかが死ぬのかわからないのなら、私は自分が死にほのかを生かしたいんだ。そんな無理です。私にあ行さんを。しかも絶対恨まれるぜこれ。直接手を下す必要はない。そう仕向けてくれるだけでいい。難しいこと言ってない？そんな嫌です。私頼む。君にしか頼めないんだ。頼みを聞く。頼みを断る。なにこれ、なんかストーリーすごい分岐しそう。いや聞こう。ここはここまで覚悟を決めてな、ほのかを助けたいんだろうな、雲行のこと。わかりました。ありがとう。君ならそう言ってくれると思っていた。そうと決まれば貴様には早く記憶を取り戻してもらわないとな。でもそれじゃあ私たちの死期が早まる。だが同時にほのかの身の安全が保証されている。そう貴様が約束してくれたからな。それに貴様は必ず記憶を取り戻す。それはもう決定した未来だ。何、気構えするな。その時になったら選択してくれればいい。阿行さん貴様心配してくれるのか。本当に全く違う人間だな。おお、なんか絶対知ってるよね過去。自白剤で聞いたのかな。大丈夫、私はほのかさえ生きてくれるならそれでいい。ああ、くれぐれもこの話は内密にな。え？もし誰かに知られたら必死でこの未来を変えようとあがくかもしれないだろう。そして変えようのない未来に絶望するかもしれない。誰もこんなことで傷ついてほしくはないんだ。絶望するのは私一人で十分だからな。あ行さん。これは私たち女同士の約束ってことにしよう。な。もうかっこよすぎて女性なの忘れてたわ。はい。こんな約束したくないけど、それがあ行さんの望みなら仕方ない。今はただあ行さんの言う選択の時が来ないことをただ祈ろう。これ本当に未来変えらんないの？すごく嫌な展開じゃん。いなくなっちゃってるし。運行、こんな話してる中運行まだド M 進行中でしょこれきっと。次は廃病院に向かうんだろう。じゃあこれを持っていけ。え、何ですか？多分今後必要になるだろうからな。これ絶対切符じゃない？待遇いいなこの人。国会入場許可証。あれ切符ではない。これって、うん、国会に入るための必要なものだ。結構重要なものか。だっておおー、親忘れちゃった。ロッからもらったって言えばきっと悪いようにはしないだろう。いや、ありがとうございます。助かります。喜び方。うん、よくわからないけど、阿行が君の記憶を取り戻すことに関してかなり積極的でね。今回ここの調査を許可しようって提案したのもあいつだし。そうだったんですか。じゃあもしかして私を捕まえたのも計算のうちだったり。いや、考えすぎかな。そこまで知ってたってこと。あ、ってことはこれ逃がしてることも知ってるんじゃね。だから何も言わないのか。だってあからさまに怪しいもんね。ここで何回も出入りしてるし。てか警察資料ってさ、大体だなとか言われてる。警察資料ってこれか。警察メモのことだよね、多分。この3つのことなのか。まあ集まったならそれはそれでよしか。そういえば貴様のそのナイフ、ずいぶん錆びているな。お、研いでくれる。あ、確かに。でも使う予定なんてないので。
何を言っている、このご時世だ、身を守るための武器くらい持っておけ。お、サビオと手に入れた。これを使えば大丈夫だろう。ありがとうございます。え、サビオどうする、じゃあ使える、錆びたナイフに使おうかな。使う、これでいいのかな。ナイフを手に入れた。おお、なんか手に入った。はい、その予定なんですが、場所がわからないといったところか。ご名答です。なら、そうだな、国会に行くべきかもしれん。国会、国会ですね。あそこなら廃病院への行き方を知っているだろう。放送委員会の方々は知らないんですか。ああ、多分まだ知らないだろう。何せ我々大家が必死に隠蔽しているからな。隠蔽？なぜ？例の世界壊滅の日の犯人がいる可能性があるからだ。それを知られちゃまずいんですか？たくさんの被害や犠牲者を出した犯人だぞ。恨み買ってそう。そんな奴の居所が世間一般に知られたらどうなると思う？恨みを持った人たちが押し寄せて、軽いパニック状態になる？ああ、その通り。軽いどころか大パニックになるだろうがな。だから我々は表沙汰にならないよう極秘裏に対処していきたいというわけだ。なるほど。でもそんな重要なこと私なんかが知ってしまっていいんでしょうか。ああ、構わない。まあ運気を助けるためだもんな。貴様の記憶を取り戻すためだったら私は全面的に協力したいからな。そうですね。じゃあ次は国会に向かってみよう。え、電車どうしたらいい？もしかしてノロイさんたち待ってる？待ってないね。びっくりするぐらい待ってなかったわ。じゃあもうこの流れは待ってる流れかと思ったのに。とりあえずうつるさんに話、間違えた。とりあえずうつるさんに話しかけるか。こっちか。はい。なんかある？起きてる。あ、うつるさん。あ、お前か。さっきは世話になったな。いや、もう全然わかりませんでした。ノロイさんに言われるまでずっとジブンさん本人だと思ってましたもん。そうか。俺の演技もまだ捨てたもんじゃないってことかな。そっか、俳優さん目指し、俳優さんだったっつったっけ。さすがです。でもあんまり憑依しすぎないでください。混乱しちゃうので。ああ、そうするよ。優しい。さて、そろそろシドニーゲロらしてもらってなかったよ。仕事に戻りますがね。テンション変わってない。相変わらずのテンションだったわ。え、これ電車はどうなるん？この二人会話変わってる？変わんないね。ずっと昔話してるんだけど。え、もしかして、あ、違うか、この先行けるのか。お客さん、そっちは行っちゃダメなんですよ。痛ければ許可書などご提示ください。あ、ほらほら、はい、確認しました。じゃあさっさと行ってください。あっさり行かしてくれた。おお、こういう感じなのね。おお、すごい激しい、ここの穴見。じゃあちょっと時間もいいところまで来てるし、なんか新たな道も開けたし、一旦ここで終わろうか。はい。次回は国会、つつ、先見ていこうか。廃病院の行き方とか電車で行くのかな、どうなんでしょうね。はい。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。それでは、シュウヤンでした。きっと多分次もね、魅力的なキャラクターが現れるのではないでしょうかね。はい。それじゃあ、またね。